ンプグループ COO をやっております池田裕太と申します。バンプ銀座で、店長させていただいてます。中島翔吾と申します。バンプ銀座でスタイリストさせていただいております。西尾翼です。マグ銀座でトップスタイリストをしております永田です。飛び抜けた人みたいなのもいないですもんね。そう、飛び抜けた人を作らないっていうか、あえて作らない。スタープレイヤーはいらないみたいな感じでやってて、なんでいらないですか。まあ一人の1000万プレイヤーを作るよりかは、お、全員が100万っていうところでやっていますね。惜しいね。1000万プレイヤーの人1人よりも、はい、100万円プレイヤーを10人作れる人材の方が価値があると我々は思っていて、その方がどんどん末広がりに、拡大していけるんじゃないのかっていう。もちろん1000万プレイヤーが、100人いるに越したことないんですけど、なかなかそれよりは現実的に100万円プレイヤーを、作っていった方が一石あたりの生産性っていう面で考えると、現実的なのかなって思って、うん、はい、はいはい。まあ、今言ったその100万円売上でスタイリストをたくさんまずは作るっていう面で、どんだけ期間を短く詰めてその100万円で売上を上げれるシステムを作れるかっていうのを今年はよりやっていきたいかなとありますね。スタイルに注目されるというか、インスタの DM 飛んできたりとか、聞かれることとか、どうやって、そのスタイル切ってるんですかとかいろいろあるんですけど、なんかあんまりスタイルを打ち出そうとしてないというか、打ち出してない。なんか銀座っていう多分土地に合わせて髪型を決めてったら、ショートヘア、ショートボブの大人女性に向けたものになっていったっていう。で、それを誰もが着れるように教育指導をしているっていう感じだから、なんか多分他のサロンさんと若干違うかなっていう。打ち出してないかもしれない。逆にないかもしれない。一貫してますよね。ずっとこれみたいな。もう決まってますからね、カットのパターンも。もう3パターンぐらいで決まってて、カットのパターン。でもそれを、やっておけばお客さんが来るってい う, もうシステムを構築している段階ですね。今でもアシスタントも1年目からでも、もう僕らと、ほぼ同じような、スタイルが切れるようにまで持っていければなっていう、ね、自分はそれこそアシスタント時代から、池田先生のアシスタント専属でつく機会が長かったんですけども、やっぱその姿を見てきたので、割とカウンセリングに関してはざっくりな部分はあるのかなってっていうところで。正直言っていいよ、正直正直言ってマジで遠慮してるから、ざっくりっすね。ざっくりなんですけど、結局どうなんか言い回すとかよりかも結果なのかなっていうところで、なんかカウンセリングでうまく伝えててもそれが仕上がりにできてるかできてないかっていうだけの話で、お客様が言ってることを言葉にせずとも結果で最後見せてるので、お客様が途中それこそ不安なのかもしれないですけど、結果最後喜んでるっていう姿を僕は見てきたので、最後良ければいいのかなっていうところですね。ぶっちゃけそうだね。ぶっちゃけそうなんですよ。なんか変わってるんですよ。多分私が変わってるのかもしれないですけど、カウンセリングはしません。めっちゃ分かります。でもなんでかっていうと理由があるんですね。理由があるんですね、店長。一つはもうスタイルで、スタイルを見てきていただいてるんで、もうその時点で、カウンセリングが終了してます。多分その個人個人でスタイルって微妙に多分違うと思うんですよ。多分結構違う。ボブを打ち出してる人がいたり、ショートを打ち出してる人がいたり、うちは、みんな一緒なんですよね。みんな同じの、例えば私切れるものは全員切れるんですよね、基本的に。なんでそれの例えばちょっとニュアンスで、取り方のニュアンスで変わったりとかぐらいなのかな。でも同じものを切ってるんで、同じものを切れば、大体満足いくようになってるっていうか、集客をする時点でスタイルがもう一貫性のあるものしか出してなくて、ロング出してないし、
切りっぱなしボブとか出してなくて、銀座のその大人女性に向けた似合いそうなもので切り方同じで同じスタイルでっていうのを出してる、ずらーっといっぱい出してるんで、集客サイトでもインスタグラムでも誰が何を持ってきても誰でも切れるんで、まあなんとなく話を聞くことはすると思うんですけど、本当に聞いてるかって言ったらそうでもないかもしれない。逆に聞きすぎてお客様の言うことを聞き入れすぎて、それをやったことによって違うじゃないっていう方が多いんですよね。うん、なんでもう任せてくださいっていう、絶対素敵にしますからっていう思いで切れば、うちのスタイルを見てきてくれるんであれば多分価値観似てるんで、ショートボブとか多いんですけど、ボブとか多いんですけど、重いスタイルのボブにしてほしいっていう人が来ないようになってるんですよね。もう同じショートでも。そうなんですよ。それを切っちゃうと違うって言われます。極端な話、もう前下がりのショートボブに前髪があるかないか。本当にもうこのもう2パターン3パターンぐらいで、なんでもう本当に注意点、例えばもう襟足を反りたくないとか、例えば、まあ、染みやすいとか、でそういうのはやっぱりカウンセリングはするんですが、まあ、基本的にそれもお客さんの方が言ってくださるんで、もうそこ分かりました。で結構こう細かくこう、さっきも先生がおっしゃったようにこう言ってくるお客さんはやっぱりスタイリスト美容師はちょっと細かい人なのかなって思って聞きがちなんですけど、案外お客さん側からすると教えてあげないといけない、うん、あそうそう、これは、言ってあげないと分かんないと思うから言ってあげようっていう親切な気持ちで多分言ってくれてると思うんですよね。そう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 、それを、美容師側が勝手になんかちょっと細かい人だから聞かないといけないのかなって勘違いして、どん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 聞いて迷走しちゃうパターンが結構多くて、深みにはまる、そうなんで、もうお客さんの方も喋ってて分かんなくなっちゃうんですよね。分かんなくなる。なんで、そういうお客さんにはもう任せてくださいと、絶対回復するんでって言ったら、案外お客さんがお願いしますっていう感じに、そうだね、収まるんですよ。でもう仕上がりはもう完璧に絶対回復するんで、もう任せてよかったっていうフィニッシュになると思うんですよね、バンプがカットしていれば。なんでカウンセリングは結果あんまりしない、もう基本的にしません、ね、2分とかですよ。この髪型とかもなくないですか？なんかもうインスタの感じでみたいな。そうですね。あ、そうだね。そうだね。あのインスタの雰囲気でみたいな言われる。全然違う、もう切りっぱなしボブとか例えば持ってこられて、これにしてください。まあもちろんできるのはできると思うんですけど、うん、まあそれ言われたら集客ちょっと間違ってるかなっていう、そっちの反省に行っちゃうんですよ、うん。そのお客さんが悪いとかじゃなくて、そういうことが求め叶うと思われちゃったっていうのを反省するんで、なんか例えばそこになんか切りっぱなしボブのスタイルが誰かが当てちゃうと、みんなが巻き添え食らうっていう、だそういうのもあるんですね。誰かが当ててもみんなそれ切れれば、だそういうなんか縛りはつけてるよね、うん、そうですね。だからぶらさないように、例えば別のスタイリストがちょっと違うスタイルを出してこう売れ始めたから、こう上げ始めたりするとちょっと軌道修正していかないとなっていう上の後半、そうそう、そこは指導していく、やっぱみんなでこう一緒のスタイルを打ち出していくっていう、そうもう感じです、ね、日本人みたいな感じ前ならない、ね、個性はいらないって言っちゃう、個性はいらないって言っちゃう、そうですね、そう面接でそう言いますもん、個性はいらないんで、個性はね後がついてくるんですよ。そんな我慢してて もう顔も違うわけだし、声も何も違うし、育ちも違うから、同じスタイルを一緒に切ったところで個性って潰れないと思っていて、逆になんかそれが完璧にできてプラス個性が出て、なんかうまみとか味になって厚みとかになってくるのかなって思うからね。あ、この満足度を上げるためのカウンセリングってすごいなんか難しいなと思ってて、その答えになってないかもしれない。そうだからカウンセリングリールとか流行ってるから、なんか全然やってねえな、それ。そうですね。